はい、徳川家康、三河上陸の地、伊賀越えの際ですね、船で三河に渡ったと言われていますが、まあ、どこに上陸したのかなっていうのはいくつか説があって、まあ、現在のところこちらの大浜の稲荷社が後ろにあるんですが、ここが非常に有力ですね。一応境内はこんな感じで、こちらにね書いてありますね、神君伊賀越え三河上陸地、まあ、こちらもね、著名な先生もこちらだということで、市役所にも聞いたんですけど、やっぱりここ、まあ、ここ市の観光協会の看板ですけど、どうやらこちららしいですよね。白子ってのは鈴鹿のことですよね。から船で、34名しかいなかったんですね。まあ、長井直勝、まあ、この近くにお墓とか屋敷があるんですが、その父親の永田重元が、まあ、守る砦、まあ、一応お城があったんですけど、そこへ上陸して物見櫓があり、この稲荷社の中を通って重元の館、今の法住寺さんですね、そこで休憩を取って、それから福津城主の松平家忠が迎えに来て岡崎に帰っていったと。非常に重要な場所になりますね。まあ上りもね立ってますし、伊賀越え三河上陸の地、徳川家康となってますね。まあ碧南市の方もですね、まあ、結構そういう史跡に関して、まあ、力を入れてるというか話が結構ありますので、ちょっと今日はこの付近を回ってみたいと思いますね。これは普通の稲荷様ですね、尊者ですね。まあ昔はここが浜だったと思いますんで、大浜という名前がついてますが、まあ、今はね埋め立てられて道路になってて市街地になってますけど、まあ、この付近に上陸したのではないかと。向こうにもなんか看板が出てる、これは違うか。尊者の看板と由緒稲荷社、なるほど、家康の曽祖父の代からやっぱり三河にはね関わりがありますので書いてあります。はい、家康公伊賀越え三河上陸地の地、大浜稲荷社でした。